おはようございます。今日は3月28日です。不動明王様のご縁日ですよね。今日は幸せになれる場所、この本からご紹介します。二度と来ない季節。去年と同じ場所に月見草が咲くけれど、花は去年と同じ花じゃない。同じ花は二度と咲かない。いつか、きっと、そのうち、多分。そんな言葉で先延ばしをしていると、時はどんどん過ぎていく。いつかを生きることは、今を死ぬこと。そのうちきっと、を夢見ていると、今を生きることを忘れてしまう。今年の夏は二度と帰ってこない。今年できることを来年に伸ばせば、来年できることが再来年になる。時間はこぼれて消えていく。もう先延ばしはやめて、この季節を思い切り生きることにしよう。力いっぱい咲いている花たちのように。なんか私たちは永遠に続くと思いがちですよね。でも永遠を約束された命は本当に一つもなくてね、次の瞬間を用意された人はいません。これは私は何度も皆様にお伝えしてますが、時間っていうのは点なんですね。点点点点、その点、この瞬間しかないんですね。なので、また今度、次にとかね、ありえません。それをね、あると思って生きるのは私はおごりだと思ってます。この瞬間に全てをかけるっていう生き方、これを本当に瞬間瞬間感謝して心に留めて自分の行動に移していけば、必ず相手に誠意って伝わるんですよね。人と人との信頼関係ってコツ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 こう積み上げていくもんだと思うんですね。それをここから一気にここの信頼関係までジャンプって、それはないですよね。ちっちゃなちっちゃな積み重ねかもしれないけど、コツ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 重ねていくこと。その代わり、コツ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 重ねた信頼関係が壊れるのは一瞬です。壊れるのはコツ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 一瞬で壊れます。やっぱりそれはね、本当にちょっとしたことだと思うんですね。だから私は今この瞬間、自分にできることを最大限の力でやっていくっていうことを心がけます。何かね、明日でいいやとか、また次に、また今度って思いがちですけど、ありません。次の瞬間何が起きるか分かりません。次の瞬間、自分の命があるのか、相手の命があるのかなんて保証はないです。そこをちゃんと考えて誠心誠意生きていくっていうことが大切なんじゃないのかなって私は思ってます。だからね、何かで出会った人、
目の前にいてくださる人、いつまでもそれが続くっていうのはおごりだからね。この瞬間の時間を共有できていることに心からの感謝、それがとっても大切なんじゃないのかなって思うんですね。私よく考えるんですけど、学生時代にね、例えば3年 A 組とかね、まあ、2年 B 組だったりとか1年1組だったりとか、そのクラスのメンバーで一緒に学び遊び、ね、時を共有したその時間って、もうクラス替えが起こったらかなわないじゃないですか。クラスが変わるイコール人が変わるからね。じゃあその1年1組、その1年間を本当に心から大切にする。でそれが2年生になったら絶対そのメンバーで一緒っていうことはないので、学生時代から私こういうこと考えてたんですね。この人たちと一緒に授業を受けれるのはこれが最後だって、なんかそういうこと考えて、感謝だな、ありがたいな、誰一人かけてもこの場は作れないんだとかって、なんか子供の頃からそういう考え方だったんですね。まあ、それは親がね、こう神仏に手を合わすってことを私に教えてくださってたからか、自然とねそういう考え方になったのかもわからないけど、今お参りとか行かせていただいてね、法要とかに参座させていただいても思うんですね。言葉を交わすことはない人の方が大半ですよね。お知り合いの方だったらね、ちょっとこう、あ、こんにちはみたいな感じで笑顔で挨拶したり、お声掛けしたりっていうことはありますけど、その瞬間のその一座をそのメンバーで受けるっていうのは、もう二度と来ない時間なんだって思ったら、私は全ての命が愛おしくて仕方なくなるんですね。全然知らない、もう遠くに座っておられる方とか、外でねそれを見られてる方とか、もうその全ての一体感というか、誰一人かけてもこのエネルギーは作れないって私思っちゃうので、もうその瞬間がありがたくて仕方ないんですね。でみんなの命にありがとうって思うんですね。 ありがたい時間だなって思うんですね。何かね、この一瞬の時間に感謝するだとかね、そこの場を共有してくれるその命一つ一つにありがとうっていう思いを寄せるだったりとか、奇跡のようなこの時間を与えられていることに感謝だったりとか、なんかこう私は皆様にこれを伝えていきたいなって思ってるんですね。だからこの私が今お話をさせていただいているこの YouTube を今見てくださっているこのエネルギー共鳴ですよね。そこにも本当に心から感謝しているし、なんかこう人生って感謝だらけだなって思います。だからこう欠けてるところを 見るんじゃなく、感謝できるものを探していくっていうことが人生にとって一番こう豊かさを引き寄せるコツになるんじゃないのかなって思うんですね。何かをしてくれるしてくれないとかじゃなく、その人がもうそこに命あることだけで本当に感謝だし幸せだし、もうそういうふうに自動的に心が動くようになると、日々どれだけの感謝に包まれて自分が生きているのかっていうのが分かってきます。私は当たり前をね、一瞬で失っている過去を持っているから、日常生活に散りばめられた幸せっていうのが人以上に分かるんですね。みんなは電車乗るの当たり前でしょ、切符買って電車乗るの当たり前でしょ。私は切符買って電車にまず乗れるかな、
なんかいっぱいだからこの電車乗れないとかね、当たり前に普通に満員電車に乗り込んでいく人に、ああいいなって思うんですね。バスに乗れないので、普通にバスに乗れる人に、わあの人たちめっちゃ幸せやんって思うんですね。この前も神戸駅から普通電車に乗って須磨まで帰るのに5本ぐらい見送ったんですね。乗れなくて。普通電車だから駅はね近くて何かあれば降りればいいやって思うんだけど、しかも神戸から須磨までって3駅ぐらいしかないんですね。それでもマスクしてたくさんの人が乗っている電車もう無理って乗れないんですね。で乗れない自分にものすごい落ち込むし、どうやって帰ろうって不安にもなるし、どうしようって駅の中でそんなことを苦しんでるのは私だけだったと思うんですね。きっと電車乗れなくて立ちすくんで何本も電車見送って、普通に電車乗れる人ってすごい、めっちゃ幸せって私から見たらね思います。だから本当にいっぱいの幸せを当たり前にみんな生きているっていうことに気づいてほしいなって思います。私もきっといつかね、当たり前に飛行機に乗れたり、当たり前に満員電車に揺られてね、昔はできてたのでね、昔は満員電車で加古川から三宮までお勤め通ってたので、どうしてっていう思いがねすごくあるんだけど、でも人に見えない幸せを私はたくさん見ることができるって、そっちにフォーカスしてます。だからもしね今ね何か苦しいなとか追い詰められた感がある方はね、ぜひサロンにお話しに来てください。あなたの思考のベクトルを今ねマイナスな方に向いてるかもしれないけど、それを私はプラスにするサポートをさせていただきます。意識はエネルギーです。自分がそのエネルギーをどこに流すかで人生は変わってきます。じゃあまた明日元気にお会いできることを楽しみにしております。私はあなたを愛してます。
私はあなたの応援者です。ではまた明日。